すでに答えは明かされていたのかもしれません。どうも皆さん、チャオモカです。ということで今回は竹道がマイキーを止める方法についてお話をしていきたいなと思います。まあ、今回のこのマイキーを止める方法っていうところに関しては前回の動画の最後で軽く触れたようなところではあるんですけど、今から最終決戦が始まっていくっていうところで、やはり最終的にはマイキーを止めるっていう、そこにたどり着くっていう風になってくるわけなんですが、一体どうやって竹道がマイキーを止めていくのかっていうところですよね。最終章に入るまでの展開だと、竹道がマイキーと一緒にいれば闇落ちは起こらないのではないのかっていう、そういった形になっていましたけど、最終章になってからは竹道の目の前でマイキーが闇落ちをしているっていう状態があるので、竹道が一緒にいたところでマイキーの闇落ちは止められないし、マイキーが人殺しをする瞬間に止めようとしても止めることができなかったんですよね。じゃあそんな竹道がマイキーをどうやって止めることができるのかっていうところで、まあ、これに関しては前回の動画の最後でも言っていたんですが、やはり重要になってくるのは竹道が新一郎くんのように怒るっていうところなんですよね。竹道がマイキーに対して怒るっていう描写は今まであんまりなかったんですけど、それこそ竹道のお見舞いにドラケンとマイキーが来た時に、八三構想の前の出来事ですよね。その時に家の前で二人が喧嘩し始めて、そこで竹道が怒ったっていうのはあるんですけど、あれに関してはね、マイキーの闇落ちとかそういうの関係なしに怒っているっていうところで、そこはあんまり今回の話とは関係ないところになってくるんですけど、それ以外の描写で考えてみると、竹道ってマイキーに対して全然怒らないんですよね。で、そもそもなんでマイキーを止めるために怒る必要があるのかって考えた時に、これに関してはマイキー自身が竹道に言っているんですよね。過去でも竹道に対して、俺が間違ったことをしたら兄貴のように叱ってくれっていう風にお願いしたりとか、未来でフィリピンで会った時に関しても兄貴のように叱って欲しかったっていうことを竹道に言ってるんですよね。どちらのワードでも兄貴っていうのと叱るっていう、これがセットで書かれてるんですよ。で、このマイキーの兄貴っていうところでね、新一郎くんのことについて考えてみると、新一郎くんに関してはまだまだね、全然明かされていない部分があるので、かなり謎な部分ではあるんですけど、それこそ兄貴のように叱ってほしいってことを言っていたってことは、マイキーは新一郎くんが生きてる頃に怒られたことがあるっていうふうに考えることができるんですけど、今までの回想シーンで描かれてる新一郎くんって怒ったことがないんですよね。むしろマイキーに優しかったり、イザナに優しかったりっていう、みんなに優しいのが新一郎くんになってくるので、全然怒るようなシーンっていうのはなかったんですよ。むしろ怒ってたのはね、明石側になってくるので、明石は兄弟に対して厳しくて、新一郎くんは兄弟に対して優しいっていう、そういった風に最近の回想シーンでは捉えてしまうかもしれないですけど、実はマイキーは新一郎くんに怒られていたっていうのを考えてみたら、まあ明石も新一郎くんもね、両方兄弟に対して厳しかったっていう、そういった風になってくるのかもしれないですけど、まあ新一郎くんに関してはね、お父さんもお母さんももうすでに亡くなっているっていうところがあったりとか、明石に関してもね、明石が父親代わりだったっていうところがあるので、二人ともね、親代わりみたいな感じで兄弟に厳しくしていたのかもしれないですけど、まあただその結果、明石家に関しては明石がサンズに対して厳しく怒りすぎて、サンズがちょっとひねくれ出して、千字とも口聞かないって言い出して、口に傷がつくっていうね、事件が起こっちゃったりもしてるわけなんですけど、それに対して新一郎くんですよね。一体この新一郎くんがどこでマイキーに対して怒ったのかっていうのが重要になってくるんじゃないのかっていうふうに思うんですよ。で、やはりこのマイキーを止めるために怒るっていう部分が大事になってくるのであれば、今後の回想シーンの中で新一郎くんがマイキーに怒るっていう、そういった展開があるはずなんですよね。じゃあそれが一体いつの回想シーンとして描かれるのかって考えた時に、まさしくその描かれる過去っていうのが、サンズの口に傷をつけたあの日の出来事だと思うんですよね。やっぱりあの日の出来事っていうのは、千字の断片的な記憶っていうところがあるので、まだ明かされていないあの日の真相っていうのがあるはずなんですよね。そう考えてみた時に、あの日の出来事について再びどこかで描かれる、それが千字とサンズがぶつかる時になるのか、マイキー関係になるのかって考えた時に、
三次と千次がぶつかって明かされる時に関しては、千次があの日の出来事について話し出す。で、それで千次が三次に謝るっていう、そういった展開があると思うんですけど、三次側の視点としては、あの日どんな出来事があったのかっていうのもそこで明かされると思うんですよね。で、その時に千次と三次の中でのあの日の出来事の違いですよね。千次としては、自分が嘘をついたことによって、マイキーが三次に傷をつけてしまった。そのせいでみんなが変わってしまったっていう受け取り方をしてますけど、サンズからしたらまた別の受け取り方をしてると思うので、そこに関してもまた描かれてくるとは思うんですが、その後にマイキーとタケミチがぶつかるだったりとか、その千次とサンズの時に一緒にマイキーのことも描かれるのであれば、あのマイキーがサンズの口に傷をつけた後ですよね。その後に新一郎くんがマイキーに対して怒っていたのではないのかっていうふうに思うんですよね。それが一体なぜなのかって考えてみると、新一郎くんってタケミチと似ているっていう部分を考えてみたら、やっぱり仲間のこととか自分の大切な人のことを大事に思う人物なはずなんですよね。新一郎くんに関しては勝ちにこだわらないっていうね、勝つことってそんなに大事かっていうことを言っていたりもするし、ドラケンがタケミチのことを認めた理由っていうのも、譲れねえもんのためならどんな奴にも立てつけるっていうあのセリフから考えてみると、やっぱりあれも新一郎くんとつながるものだと思うので、自分の譲れないもの、大事なもののためなら何でもするっていうのがやっぱり新一郎くんになってくると思うんですよね。で、それっていうのがやっぱり竹道と繋がってくるような部分でもあるわけなんですが、あの日の出来事っていうのを考えてみると、マイキーは自分の幼馴染であるサンズに対して傷をつけちゃってるんですよね。まあその原因っていうのが今のところはプラモデルっていう風になっているので、今回の話の中ではあの原因がプラモデルっていうことで話を進めていきますけど、プラモデルがサンズに壊されたと思い込んでマイキーがサンズに傷をつけたとしたら、確かにあのプラモデルっていうのはマイキーが1ヶ月間かけて作ったものっていうので、やっぱりそれだけ大事っていうのはあると思うんですけど、それが壊れたことによって幼馴染であるサンズのことを傷つけてるんですよね。マイキーにとってもう一人の幼馴染であるバジってかなり大事な存在だったわけですよ。っていうふうに考えてみると、幼馴染という存在がどれだけ大事かっていうのがマイキーとバジの関係からもわかるわけですよね。で、しかもそこに加えてサンズっていうのがいつも一緒にいたっていうのを考えてみると、マイキーにとってもサンズのことってかなり大事だったと思うんですよ。でもその結果プラモデルが壊れてしまったっていう、その時の一時の衝動だけで自分の幼馴染の口を裂いてしまってるんですよね。そうなってきたら普通なら絶交するのが当たり前だと思うんですよ。そんなことをされたらそれ以降も一緒にいようなんて普通思わないと思うんですよね。よっぽど仲良かったらあれかもしれないですけど、やっぱりあの回が公開されてから、なんでこんなことされてサンズはずっとマイキーと一緒にいるのかとか、マイキーはなんで笑顔でサンズのことをムーチョに託したりとか、あんなことができたのかっていう、そこにやっぱ違和感が残るわけですよね。これどっちもあの日から狂ってしまってお互いサイコパスになっちゃっただけなのかっていう、そういった風になってしまうわけですよね。でもそれっていうのはマイキーがサイコパスだからとか、サンズがサイコパスで狂ってしまったからとか、そういうことではなくて、やはりあの傷をつけるっていう出来事が起こったのが、佐野家っていうのを考えてみると、近くに新一郎くんもいるし明石もいるわけですよね。そうなってくれば、あの状況を見た千住かバジとか誰かが新一郎くんを呼んだりとか明石を呼んだりするっていうのもあるし、同じ場所にいる時にあれだけ大怪我することがあれば、新一郎くんも明石も気づいて驚くはずなんですよね。で、その現場を見たらマイキーの手には血がついているっていうのがあるので、新一郎くんはマイキーがサンズに傷をつけたっていうことを一瞬で把握することができるわけですよ。プラモデルが壊れてしまったっていうショックだったり怒りっていうのがあるかもしれないですけど、そんなものが壊れたっていうだけで一生の大事な存在になるかもしれない幼馴染のサンズに対してそんなことするなよっていうので、めちゃくちゃキレたと思うんですよね。それがやっぱり竹光と似てるって言われてる新一郎くんだからこそ、仲間のことをもっと大事にしろっていうのでめちゃくちゃキレたと思うんですよね。それによってマイキーの衝動が一旦収まって、その結果マイキーとサンズがなんとか仲直りしたっていう、そういった風になってくると思うんですよね。だからこそマイキーとサンズがずっとそれ以降も一緒にいるみたいな、そういった新一郎くんを介した仲直りがあったからこそこの二人が一緒に居続けているっていうのを考えてみたら、まああの傷をつけたことによって二人が絶交したとか、そういったことがなかったのかなっていうふうに思ったりもするわけなんですが、
まあただね、マイキー側としてはそれで済んだかもしれないですけど、サンズ側からしたらね、どういう風にあれを感じ取っているのかっていうのはまた別の話になってくるので、もしかしたらマイキーのことを恨み続けているっていう可能性もあるし、仲直りはしたけどこんな傷をつけられたっていうので内心マイキーのことを恐れながら王として崇拝しているっていうね、どっちの可能性もねあるような感じはするんですけど、そうなってきたらマイキーっていうのは自分に黒い衝動があるっていうことを認識していたわけですよね。それをビデオレターに残して竹道に未来で渡しているっていうのがあるので、まああのビデオレターの中でね、竹道に対して未来で俺に近づくなってことを言っていたのは、12年も経った後だと黒い衝動がもう出てるかもしれないし、その頃に竹道が止めに来たとしてももう手遅れだっていうので、もう俺とは近づくな、未来のマイキーとは関わるなっていう、そういった風に忠告していたのかなっていう風に思ったりもするわけなんですけど、ここでもう一つ考えないといけないのが、慎一郎くん以外のマイキーを止めていた人物たちですよね。マイキーの黒い衝動を抑えていた人物たちっていうのが、兄貴であり、バジであり、エマだったっていうことを、マイキーがビデオレターの中で言っていたので、まあ、慎一郎くんに関してはマイキーを怒ることで衝動を抑えていたとすれば、他の二人ですよね。まあ、おそらくそこにドラケンも加わってくるとは思うんですけど、三点戦争の中で完全に黒い衝動に飲まれる原因となったのはドラケンの死っていうところなので、まあ、そこに加えてドラケンっていうふうに考えてみたら、このバジ、エマ、ドラケン、この3人がマイキーを止める存在だったっていうのを考えてみたときに、慎一郎くんに関してはマイキーのことを怒っていたとして、他の3人はただの心の支えだったのかって考えるとそうじゃないと思うんですよ。この3人に関しても本気でマイキーに対して怒れる人物だったと思うんですよね。そうなってくればバジと同じで幼馴染でありながら、サンズがマイキーの衝動を止めるストッパーになっていないっていう、そこにも繋がってくるんですよ。だってサンズってマイキーに対して怒るような人物ではないわけですよね。王として崇拝しているっていうところがあるので、マイキーが間違ったことをしてもサンズは怒ることはないんですよ。むしろサンズはそのマイキーを見てテンション上がっているわけなので、バジのように衝動を止めるどころか、サンズは衝動が出るマイキーを見て高揚しているわけなんですよね。そう考えてみると、サンズの存在はマイキーのストッパーではないっていうふうに考えることができるんですが、じゃあまず一人ずつ見ていた時にバジですよね。バジがどういった形でマイキーに怒っていたのかって考えてみると、これはカズトラ関係のことですよ。このカズトラに対してマイキーっていうのはずっと殺したいっていう風に思っていたんですよね。もちろん人を殺すっていうのは悪いことだとは思ってるけど、本心では殺したいぐらい憎んでいたわけですよ。自分の大事な兄である慎一郎くんをわざとではなくても殺してしまったっていうところがあったりするので、あの日から心がついていかないっていうので、殺したいぐらいカズトラのことを憎んでいた。でもそこの一線を越えてしまうことを止めてくれていたのがバジだったんですよね。これに関してはマイキーが言っていたわけですよ。ずっとバジがそれはしたらあかんっていうことを止めていた。でそのバジっていうのはおそらくマイキーのことをなだめる感じではなくて、本気でそれはダメだっていうふうに言っていたと思うんですよね。カズトラが出所する前とか出所してからとかも、マイキーがバジのことをどうにかしそうになった時に、バジがその都度マイキーのことを本気で止めてたとかね。そうなってくればこのバジっていう存在がマイキーの心の支えっていうことだけではなくて、マイキーの衝動が出かけている時に怒って止めていたっていう、そこに繋がってくると思うんですよ。だからこそ血のハロウィンではバジが殺されたっていうのがあって、そこでマイキーの衝動がまた溢れてきてカズトラのことを殴り殺した。で実際に竹道がなんとか帰った時の血のハロウィンに関しても、バジはもう致命傷を負いながらもマイキーのことを止めに行こうとしていたわけですよね。でもあの時のバジはマイキーに対して怒ったりする気力がなかったからこそ自決っていう道を取っているわけなので、結果マイキーのカズトラに対して出ていた衝動っていうのを全部止めていたのがバジっていう風になってくるんですよね。でしかもそれっていうのがバジという存在そのものがマイキーのストッパーになっていたのではなくて、マイキーを止めようとするバジの行動がマイキーの衝動を抑える要因になっていたんですよ。
そしてエマっていうところに関しては、特定のものに対してのマイキーの衝動を止めていたっていう風になるのかはわからないですが、まあもちろん妹っていうところでね、マイキーにとってはかなり大事な存在だったっていうのもあるので、心の支えだったんじゃないのっていう風に言い切ることもできるんですけど、実際エマが言っていたセリフの中でマイキーはみんなの前では弱いところを見せないっていうのがあるんですよね。でもエマの前では弱い部分を見せるっていうのがあるので、マイキーは誰にも明かしていないような自分の心の内っていうものをエマには明かしていた可能性っていうのもあるし、それを聞いたエマっていうのが、マイキーがちょっと間違ったことしそうになってるってなった時に、そのエマがマイキーのことを止めていたっていうふうに考えることもできるわけですよね。やっぱりエマっていうのは佐野県に来てからマイキーと新一郎くんのことを見ていたっていうのがあるわけなので、マイキーが間違ったことをしてしまうたびに新一郎くんが怒っているっていう、その現場もエマは見ていたと思うんですよっていう風になってきたら、新一郎くんが死んでしまった後にエマは新一郎くんみたいにマイキーが間違ったことをしようとしたらエマが怒らないといけないっていう風に自分で考えていたのではないのかっていう風に思うわけですよ。っていう風に考えてみると、マイキーがどっかで道を踏み外しそうになったらエマがその都度止めていたっていうね、マイキーが本音を明かす相手だったからこそエマが間違ったことをしようとするマイキーを止めていたっていう、そういった風に考えることもできるんですよね。そしてドラケンですよ。このドラケンに関してはやっぱりマイキーに対して怒ることができる人物なわけですよね。これに関しては怒ることもできるし注意することもできるっていう、実際誰よりもマイキーが信頼してる人物っていうのがドラケンだったわけなので、そのドラケンだからこそマイキーが間違ったことをしようとすると止めていたっていう、そういったことがあるわけですよ。でもただ一つドラケンが止めることができなかった部分っていうのが、カズトラを殺すっていうところなんですよね。そこに関してはドラケンができなかったからこそバジという存在が重要だったんですよ。ドラケンに関してもカズトラのことを本音では殺したいぐらい憎かったっていう風に言ってるんですよね。これに関しては血のハロウィンが終わった後の竹道との会話で言っているわけなんですが、だからこそマイキーを止めてくれてありがとうっていう風に竹道に対してお礼をしていたんですよね。つまりバジが抑えていたマイキーのカズトラに対して出ている衝動っていうのを止めるのがバジだった。でもそれ以外のマイキーと一緒にいる中でマイキーが衝動が出始めて間違ったことをしそうになった時に、それを止める、そのマイキーを怒って止める役割がドラケンだったと思うんですよね。それ以外の家とかみんなと一緒にいない時のみんなには見せない素の部分ですよね。心の内だったりとか弱みを見せている時に関してはエマが止めているっていう、バジ、エマ、ドラケンっていう、それぞれにマイキーの衝動を止める役割として別々の役割があったと思うんですよ。まあもともと新一郎くんが一人でドラケンがいない頃からマイキーの衝動を抑えていたっていうのを考えてみると、もともとは新一郎くんが一人で全部を止めていた。でもそこから新一郎くん失ってバジ、エマ、ドラケンっていうこの三人で止めるようになったっていう、そういった形になってるのかなっていうふうに思ったりもするわけなんですが、まあやっぱりドラケンに関してもね、最初の病院での出来事とかそれ以外の描写でも考えてみたら、マイキーに対して正しいことをちゃんと教えてくれるのがドラケンなわけですよね。パーチンの親友の彼女の両親が八つ当たりしてきたっていう時もマイキーは逆ギレしようとしたけど、ドラケンは頭を下げてマイキーにも頭を下げさせたわけですよ。まあ普通の組織であればね、あいた一番トップのやつがあんだけキレてて2番目の人がそのトップのことを無理やり頭下げさせるみたいな、そういったことをするのはあんまりないかもしれないですけど、ドラケンとマイキーっていう関係性だからこそあれができているっていうのを考えてみたら、やっぱりマイキーが間違ったことをしそうになった時にドラケンが本気で怒って止めていたっていう、そこもやっぱり繋がってくるような感じはしますよね。そうなってきたらマイキーが竹道に対して言っていた兄貴のように叱って欲しかったっていうあのワードが、新一郎くんだけじゃなくてバジとエマ、ドラケンっていう、ここにも繋がってくるような部分になってくるんですよ。っていう風に考えてみると、このマイキーの衝動を止めるための一つの鍵としては、竹道が新一郎くんのようにマイキーに対して怒るっていうところですよね。
なぜこれが新一郎くんのようにじゃないといけないのかって考えてみたら、バジのように怒ったとしてもエマとドラケンがいない状態なので、そこの部分の衝動は抑えられないんですよね。でエマのように怒ったとしても同じようにバジとドラケンの部分がないし、ドラケンのように怒ったとしてもバジとエマの部分がないんですよ。でも新一郎くんのように怒ることによって、新一郎くんの時っていうのは一人でマイキーの衝動を抑えることができていた。つまり新一郎くん一人でバジ、エマ、ドラケンっていうこの3人がかりで抑えていた衝動を全部一人で抑えていたっていう風になってくるので、今からの最終決戦でね、いきなりバジとかエマが出てくるっていう、そういった可能性はもう限りなくゼロに等しいので、そうなってきた時にその3人の誰かのように起こるのではなくて、全てを抑えることができていた新一郎くんのように竹道が切れる。まあそれこそマイキーくんではなくて万次郎っていう風に読みながら起こるっていうのも一つかもしれないですけど、新一郎くんとダブルような起こり方をすることによってマイキーの衝動が収まっていく、そしてマイキーが正気を取り戻していくみたいな、そういった展開があるのではないのかっていう風に思うんですよね。まあただその結果ね、マイキーの衝動が収まって闇落ちが解けましたってなったとして、それ以降ねずっと竹道がマイキーのことを怒り続けないといけないのかって考えると、それはさすがにどうなのかっていう部分でもあるので、まあやはり最終的にはマイキー自身で衝動を抑え込むとか闇落ちを抑え込むっていう、それが必要かもしれないですけど、そこに行くまでの展開として竹道がマイキーに対して思いっきり説教していくっていう、そういった展開も必要になってくるんじゃないのかっていうふうに思うんですよ。マイキーに関してはね、良くも悪くも純粋な人物でもあるし、結構精神年齢的にはね幼い部分があったりもするので、もちろんめちゃくちゃ頭の回転が速くて頭が切れるような一面もあるんですけど、その反面でね普段のマイキーのことを見てみたら結構幼い部分もあるわけですよね。その部分があるからこそ悪に染まりやすかった、闇に落ちやすかったっていうのがあるのであれば、まあ竹道がマイキーに対して叱ることによってマイキーが自分の弱みを理解してそこから成長していくっていうね、その段階を踏むことによって自分の闇落ちを抑え込んで衝動をコントロールしていくっていう、そういった展開がねあるのかなっていうふうに思ったりもするので、まずはここからの最終決戦ですよね。そこでマイキーと竹道がぶつかるっていうところで、竹道がマイキーに対して本気で怒っていく、そういった展開が必要になってくるんじゃないのかっていうふうに思ったりもするんですよね。はい、ということで今回はマイキーを止める方法についてお話をしました。ぜひこのチャンネルかもとこられましたらコメントよろしくお願いします。ということで今回で良かった方はぜひグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。